ですね、奥に行くほど小さくなるっていうのはだいぶ良くなってきたと思うので、四角のそれぞれの大きさがこれ全部一緒ですよね、一緒の大きさの四角、今こう見た時にどうですか、ちょっと大きいですよね、これがちょっと小さく見えると思うんです。なので、まあ、この3つが同じ四角の、塊って見えるように、例えばこれがちょっと大きいんだしたら、まあ、ちょっと奥を削ったりとかして、ね、調整して、傾きはだいぶ良くなってきたので、それぞれの大きさが同じように見える、それをちょっと意識して形ちょっと直してみてください。これはまた最初の黄緑色ですね。これでまた、まとめていくので、はい、これをまずちょっと解いて、同じように全体に、この辺ぐらいですかね、あとは。はい、背景塗っていいです。はい、はい、このね、まあ、ライン、先ほどのちょっと、凹凸が強調されたのはちょっとなくなったので、確かにまあ猫背でこうちょっと丸いカーブがあるんだけど、ちょっと角を見つけて、ちょっと丸い中でもここにちょっとなんか角があってカクンとこう、持ってるところがあるね、となると、まあ、ちょっとこう球体みたいな感じで丸くなっているので、この角がねちょっと強調されてもいいかな、腰の部分で、あとはね模様もある程度入れながらやっていくと、例えばまあこういう黒い模様とか入れてくると、ここの模様を入れると感覚でも形が見えてくるので、例えばこれ入れてここが広すぎるとか狭いとかも見えてくるので、模様もちょっと入れながらちょっと形取っていくと、まあ、こっちの陶器の方は、まあ、調子の組み立ていいと思うんですけど、まあ、こういうとちょっとこっちですね、こっちも、まあ、この円柱の塊が横になっている形で、まあ、上と側面反射なので、まあ、系統の部分も含めて円柱の塊で大きく組み立ててあげる、まあ、それを踏まえてのサイズになってくるので、こっちもまずちょっと大きく組み立てて、ポロッとした塊を出してまずあげるということですね。まあ、こうやって本当に手早く取ってあげるという、まあ、こういう感じでしっかり押さえ込んでいって、で、描いているうちにちょっとこう擦れたりして、明るく綺麗な部分がちょっと擦れて鈍くなっちゃったので、こうね、練りボンとかでいっぱい掃除してあげて、ここが潰れるといくらこう周りを押し込んでも潰れたままなので、一回ちょっと練りボンで掃除をしてあげるという、でもこの感じでまずどんどん、ここからもう一回球体の塊の調子の組み立て、明るいところと見まして、暗い方を中間で、この細かく作業をしたのも つなげてね、もう一回円柱の影の組み方をちょっとこう入れて、どうしても細かい部分を変えていくと、最初の球体のゴロッとした塊がどうしても崩れてくるので、もう一度球体としての陰影のつき方をちょっとこう組み立てて入れてあげるということですね。